エクスペリア Z1 ソル23はソニーモバイルコミュニケーションズによって日本国内向けに開発された au ブランドを展開する KDDI および沖縄セルラー電話の c d m a 1 x ウィンおよび第3.9世代移動通信システム対応スマートフォンであるソル22の後継機種でグローバルモデルである Xperia Z1 の日本国内ローカライズモデルとなる NTT ドコモのみで販売された全モデルの Xperia Z を基調としたデザインで、カラーバリエーションのブラック、ホワイト、パープルのうちパープルの色合いが多少ながら変わっており、若干青み帯びた色合いになっている。スマートフォンではトップクラスとなる有効画素数2070万画素のアウトカメラにはソニー製の利面照射積層型 CMOS センサー、 x マー RS4 モービレとソニーが開発した広角 27mm 回2.0の薄型非球面レンズ、G レンズ、同社性のデジタルカメラ、アルファやサイバーショットに採用されている画像処理エンジンバイオンズをエクスペリア向けに最適化したバイオンズ4モービレを搭載し、コンパクトデジタルカメラ同等のより高画質な写真を楽しむことができる。 また、日本独自機能としてお財布形態ワンセグ、赤外線通信、さらに既存の英雄向け端末としては、初の試みとなるフルセグ放送の受信に対応している。ただしフルセグ放送の録画はできない。付属の卓上ホルダーは、アダプターの交換により、ケースを着用したままでも充電することができる。バッテリーは、Xperia シリーズ現時点の最大容量である。 3000mAh。なお、バッテリーの取り外しは不可である。これは、グローバル版、ドコモ版も同様である。バッテリーの取り外し不可は英雄向け、ソニーモバイル端末としては初めてで、ソニーエリクソン時代も含めると、i s 十1 2 s 以来の日記種目となる。キャッチコピーは、エクスペリアが新たなソニー体験の扉を開く。ザ・ベストオブソニー、フォーザ・ for オブユー。 PC 向けウェブブラウザが標準装備されている。携帯向けサイトは他のスマートフォンや PC と同じく閲覧付加。同等機種である SO-01F 向けにアップデートで実装されたスタミナモードに関しては、当アップデートの配信時に2月下旬以降アップデートとアナウンスされ、その後2014年2月25日にアップデートの配信が開始された。 ありがとうございます。